皆さんごきげんよう、ラバルルでございます。本日もバスシミュレーター21の続きをやっていきたいと思います。メインクエスト安全第一ということで、トランジットターミナルを通るルートを2つ制作しましょう。ウエストオークットのレベルを2まで上げましょう。ハイランドパークのレベルを2まで上げましょうということで、まず最初にトランジットターミナルを通るルートを2つ作りましょうということで、マップ、はい、こちらはもうね、なんて言うんでしょう、ヒントが出てきてませんので、トランジットターミナルってことは多分ね、バス停のあの集まる部分だと思うんですよね。これでもびっくりマークついてるんで、多分ここだと思うんですよね。トランジットターミナルをちょっと見つけなければならない。ありました、トランジットターミナル、こちらですね。こちらはウエストオークと、まあ先ほどチェックがあった部分でございますね。こちらを含むルートを2つ、なのでまずこちらを制作して、どうするんでしょう、2つなんで、多分もしかしたらワンチャンこの2駅でいいのかもしれない。制作してみます。あ、4つ、なるほど、4つじゃなきゃダメみたいね。なので一番効率のいいルート、はい、レベルアップしまーす。で、こちらで適用、はい、で、もう1個作ります。ちょっと待ってください、ルート作成、ルート6、こちらをスタートして、まあ別のバス停ちょっと使っていきましょうかね。こちらと、はい、レベルアップします。こちらで変更適用します。はい、で戻ってみる、あーっとクリアできましたね。あれで OK だったみたいです。で次はウエストオークットのレベルを2まで上げましょう。これは多分なんですけど、バス停のレベルだと思うんですよね。なのでバス停のレベルを、ああ、ありますね。これを3つに、多分全部2にしていけばいいのかもしれん。多分ですけど。ね、これを2にします。これ2になってんのかな?レベルを上げる。選択。あ、行ってしまいましたね。これは。ちょっと違う。レベル2になってるかな?ちょっと待ってください。選択。あ、違うね。確認ができないな。レベル2。ああ、レベル2にできない。レベル5にもできるんですね、これ。どうなんでしょう、これ。まあでも、一応。これで戻った時にレベルが上がってれば、あ、上がってますね。はい、単純にこれで OK でございます。あ、レベルになりましたね。あ、違う、これセイントローだ。オークとこちらですね。今私間違った部分をレベル上げてましたけど、ちょっと待ってくれ、ウエストオークとって書いてなかった。ウエストオークとこっちっすね。あー、レベル上がれないね。止まんなきゃいけないのかな、これ。こちらレベル2。あー、4まで上げられますね。OK。いやー、これちょっとあれだな。ルートを作ればってことなんでしょうかね、多分。なので、バス
手を作ります。多分なんですけど、ルートを作ることによりレベルが上がると思いますので、はい、全部行くやつを作ります。これでいけるか。はい、ウエストオークットのレベル2なんですけども、バス停がレベル上げられるところがちょっと少ないので、こちらに関して言うとちょっと運行してバス停のレベルを上げていかなきゃいけないバス停のレベルを上げていかなきゃいけないので、こちらはちょっと後で運行したいと思います。次ハイランダーパークレベル2まで上げてみましょう。ハイランダーパークはーと上、あ、ハイランダーパークも入ってるんだよこれ。ウエストオークとはこっちか。今私ハイランダーパークのレベル上げをしてましたね、こちら。なのでウエストオークとを今からやっていきます。こちら結構俺走ってたんで多分上がりそうな気がするんですよね。意外に上げらんないね。そんなことある？こちらもあれか、ルートをまた作んなければいけないと。セイントローばっか走ってたってことね。はい、じゃあまたルート作りましょう。これで一応 OK なはずなんですけども、ちょっと時間がかかると思います。なのでレベルを、先ほど私ちょっと勘違いしてこちらのセイントアーソニーっていうところをねレベル上げたんですけども、まあこちらのバス停をねどんどん止まっていくとレベルが上がりますので、こちらの方をねちょっと走っていきましょう。はい、ということでルート8の方を走っていきたいと思います。はい、お疲れちゃんでございます。お、給料日一発目で給料日が来ちゃいましたけど、はい、ではでは早速行っちゃいたいと思います。ワイパー使います。はい、ではではと。あ、OK。 いやー、でもあれですね、ついに1回ではクリアできないクエスト出てきましたね。次2番、はい、こちらでもう一回曲がります。あ、ありがとうございます。復活させていただきます。こちらではない6番なんでね。OK。右折してすぐ。お、どうした？なんだと？ちょっと待ってくれ。誰かいびき。お前か。すげえ格好だな、お前。眠り姫ってトロフィーをもらいましたけども。OK、では、行きまーす。おっと。眩しい。どうした？まさか、バグかもしれんな。はい。バグで、めちゃめちゃ渋滞して、詰まっておりましたけども、なんとか抜け出しましたよ。よいしょ。はい、では。開けまして。スロープ。あ、マジで？ちょっと待って。ごめんなさい。一回ちょっと。ちょっと待ってください。ごめんなさいね。ちょっと前に出ます。出しました。OK。これでいいはず。スロープ出しまーす。OK。え、マジで？もうちょっと出ます。オッケー、これで大丈夫でしょう。はい、オッケー、大丈夫、乗れる、お姉ちゃん。お、開いてない、なんでだ。ちょっと待って。オール、あ、開けましたね。なぜか後ろが
後ろが開きましたけど、あーこれまたバグじゃないのこれ。2番乗らないのかな、乗らないんでしょうか。いやーなんか今回バグすごいな。閉めてスロープもこれ後で置いてったとかって言われたらあれすげえショックですねこれ。 OK、 じゃあ行きまーす。次は3番。いやさっきもね、車が一生止まってるっていうまあバグがあって、細いね車と車の間抜けてったんですけど、結構なバグが今回なぜか多い。まあまあまあ、アップデートがね、また入ってましたけども、もしかしたら、そのアップデートに関係してるバグなのかもしれませんね。はい。ここじゃないか。もう次。こちら、おう、左折。はい。で、こちら止まりまーす。はい。オマットさんでございます。あ、いいね、バスアップデートできますね、バス停ね。またあれじゃない、はい、了解。車椅子が見えたらもうとりあえずスロープは出しとくっていうね。シニア、片道、あ、乗ってくれましたね、よかった。8ユーロと20。はい、ノーワリーズ。スロープしまいます、ドア閉めます、カーソルを消して出発します。はい、出発お進行でございます。次4番。はい、大回りをしていきます。縁石結構私ぶつけるんで気をつけなければならない。 OK。 お前そこあれだぞ、歩道じゃないぞ。やべえな。はい、じゃあ止まりまーす。はーい。車椅子の方が乗ってるんで、とりあえず一回スロープ出す。あ、また。ちょっと待ってくれ。一回またちょっと出して。はい。OK。スロープをとりあえず一回出す。あーん、何なんでしょうね、これ。これでも違うと思うんですよね、多分。ここバス停じゃないと思うんですけど。マジで？何が邪魔になってんの？何も邪魔じゃないよね、多分。あ。またあれだ。ドアの一個ずつ閉めていかなければならない。はい、ではまあ行ってしまいましょう、とりあえず。5番。はい、いやー今回はだいぶあれだな、シビアな回になっておりますけども、アップデートでちょっとバグが改善されることを祈っております。はい、ということで、一周ぐるっと回ってきまして、バスルートね、ちょっと途中間違っちゃったんですけども、まあ、第一のバス停に無事に戻ってくることができました。めっちゃ綺麗ね、あの橋。こちらで、とりあえず一周しましたので、多分ね、バス停のレベルがアップできるはずなんですけども、多分またバグが発生してきて、この渋滞は多分進まない可能性があります。いやー、厳しいね、これ。
今日はなぜかものすごいこういうのが多い。あーでも進んでるかな。あー無理だな。これ多分ね、左折右折のバグなんですけど、1台とかしか進まなかったりするんですよ、信号ないので。これでね、時間をものすごい食うんですよね。でまあこれまだ進んでるからいいんですけど、ダメな時があるんですよね。あでもなんとか来れた、よかったー。ではこちらでー、はーい、バスアップグレードできますね。 OK、 はい、では一度ちょっとこちら出させていただきます。受け渡ししまして、マップ開きます。ではこちらレベルアップしていきたいと思います。レベル 3OK、 でこちらもやっていきます。レベル、あーこっちは上がんない。あーレベル上がるところがやっぱ少ないね。 OK、こちらは違うバス停ですもんね。いやーまだまだウエストオークウッドはまだレベルが上がりませんね。まあもう一回ちょっとこちらの方を回っていきたいと思います。いやじゃあ俺が運転すっか。イエス、俺が自分で運転します。はい、まあちょっとここら辺は編集しまして、うまいことねレベル上がるまでちょっとやっていきたいと思いますんでね。はい皆さん、こちら私ウエストオークッド今ルートを組みまして、こちらの黄緑色ですね、こちらの方を今3周ぐらいしましたらウエストオークッドレベル2になりました。レベルの上げ方はまあ先ほどやりましたけども、バツボタンで詳細出してバス停のレベル、こちらの方ね、カーソルキーで上げられるんで、上げられるところは全部上げていくと、こちらの上の方ですね、ウエストオークウッドのこちら、レベル2になりました。で、こちらの方ね、次、こちらのハイランドパーク、こちらまたやっていきたいと思います。またちょっとしばらく私、こちらの方ね、回して、レベル上げ2までいきたいと思います。まあ、ちょっと今上がってんのか、ちょっと見てみましょう。あ行きましたね。ウエストオークッド2番目がクリアになりました。なのでこちら次ハイランドパークやっていきたいと思います。はい、ということで今こちらのハイランドパークやっとレベルになりました。2周しましたね。私はこの水色のこちらのハイランドパークが全部入っているルートを作りまして、これで言うところのルート7ですね。こちら。新しく作りまして、まあ、駅名で言うと、こちらですね。はい、グッバイ。こちら、8駅。全部、この太陽のマークついてる部分ですね。こちらのルートを全部入れまして、作りました。で、こちら2周しまして、まあ、結構レベル上がられる、レベルが上げられるようになりましたので、まあ、2周すると、ちょうどレベル2に。上がるということでね、こちらの方、まあ今まではクエストを回していたら普通に上がるようになってたんですけども、今回からは自分でルートを運転しないとレベルが上がらないないし、あと経験値、こちらバス停を回っていくことに経験値が溜まっていくので、そちらの経験値を使ってバス停のレベルを上げていくということで、こちらの方もね普段からやっておかなきゃいけない。まあ今回ね、私こちらのミッション、メインクエストをクリアするのに、1時間と15分ですね、今かかりました。まあ結構ロング。今まで20分ぐらいでね、終わってたのが1クエスト1時間約半かかるということで、まあ編集で見やすい長さ、尺にするんですけども、こちらの方は皆さんね、ちょっと心してかかっていった方がいいかもしれません。で、次、全部クリアしましたね、今。ちょうどハイランドパークレベル上がりました。なんかあんのかな、さっきあれなんですよね、喋ってたんだけど
あー、更新されました。次、メインクエスト、ゴールデン、ゴールデンアイランド。これは新しいマップですね。こちらの方、最低でも1本のルートでつなぎましょう。次やっていきたいと思いますので、皆さんね、また次のバスシミュレーター21を楽しみにしておいてください。では皆さん、また次の運行でお会いいたしましょう。じゃあみんな、愛してるぜ。いやー、疲れた。お疲れじゃん。